スキー、ナイスキーパー前川。大迫折り返し、ボレーシュートだ。追いつくっていう執念を見せることができたっていうのは、少なくとも美月に届けられたかなと思うんで。で、まあ、残りリーグ10試合、ここまでね、みんなよくやってると思うし、ここまでのみんなの姿勢とか頑張りには、自分自身満足してる。ただここからこの3連戦、この初戦ね、これが本当に大事だから、もう1試合1試合ね、どん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 飛ばしていっていいから、交代いるから、最初からどん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 飛ばして、絶対体力温存しない、ここにいるみんなを信じてやっていく。その気の緩みとかもう絶対いらないから、もうそれは三月も求めてないから、三月の分もみんなやる。OK、 集中していきましょう。すごい。すごい。あまりまだタイトルっていうのは意識してないですけど、一戦一戦、特にここから3年生なので、最初の試合が大事なことだと思います。そして選手や監督のコメントを聞いていても、斉藤美月選手のためにという思いがまた加わることになりそうですね。そうですね、やっぱり美月の悔しさっていうか、ね、そういう部分を背負いながら、みんなで一丸となって。あと5分ね。
島役と共に渡辺久乃さんより FC 東京川西社長に贈られます。相手グループファーでヘディングシュートクロスバーです。
誰でしたかね、どういうところだったかな。クロスバーを高く惜しいヘッドでした。クロスボール、ヘディングだ、ニアで合わせました。大迫ヘッド、いいボールでしたね。PK です。ホンダのハンドで PK。 松木ナイスキーパー、前川、前川ビッグセーブ、チームを救います。対応する、あっと、こぼれてきた、クリア、ファールアピールしてますが、これもオンフィールドレビューです。で場内にも流れてまして、サポーターもどよめいています。ボレーシュートだ、同点ゴール、またしても同点、最後は山口、なんという試合。試合終了です。
チーム全体で諦めない執念みたいなものを感じたんですが、いかがですか？そうですね、まあ、美月が、前節怪我してしまって、まあ、本当に選手生命に関わる大怪我っていうところで、やっぱり今日は美月のためにも、しっかり勝って、病院で多分見てくれてると思うんで、勝利を届けたいっていう本当にその一心で今日は試合に挑んだ中で、まあ、もちろん内容的にはいいゲームっていうのはできなかったと思うんですけど、まあ、それでも、負けなかった、追いつくっていう執念を見せることができたっていうのは、まあ、少なくとも美月に届けられたかなと思うんで、残りの試合本当に美月のために、もちろん優勝争いに食い込んでいきたいっていうのはもちろんありますけど、1試合1試合まず目の前の試合で美月のために美月今までやってきてくれたことに報えるためにしっかり試合試合やっていきたいなとは思います。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。選手たちは最後まで諦めない姿勢というものをもう断ち切ったというふうに見えましたが、いかがですか？いや、もう本当に諦めない姿勢というのが出たと思いますし、いいゲームだったと思います。この勝ち点1というのはどう評価されるでしょうか？まあ、やはり負ける可能性もありましたし、逆に、最後チャンスもあって勝つチャンスもあったんですけど、まあ、このしぶとく1取れたっていうのは、次につながると思います。